せめて看病してくれる彼女でもいたらよかったのにな。やばいな、これ。お前が気にすることじゃない。でも、さすがに放っておけません。借りは返します。今何時だ？午後7時ですね。2時間ほど寝ていました。え？椎名の手作り？持ってきますから熱を測っておいてください。お、私が部屋を出てからにしてください。どうぞ、多分暑くないですから。お、サンキュー。うまい。罪悪感を抱かれても困る。椎名と関わるのもこれっきりだし。まさか俺が恩を着させてあわよくばとか考えてると思ったか。別にいいと思うぞ。むしろ安心した。天使も人並みにそういうのは迷惑なんだって。まあだから用事もないのにわざわざ関わることはないよ。明日からは顔見知りの他人。椎名さん、お願い、ここ教えて。いいですよ、この問題はこうすればすっきり解けます。なんたって天使様だからな。